日本の政治家、実業家。衆議院議員。稲田家の七代目。鳥取県平民。弁護士、交渉人、災害蔵、養殖のレストラン、十字屋経営主で、元米子市会議員、野坂安久などは、稲田一族の出身である。鳥取県米子市久米町出身。稲田喜重郎の次男。家業は酒。 醤油醸造業。明治21年東京高等商業学校卒業。明治25年久米町にて、ビール工場を建設。本場ドイツで学んだ技師を雇い入れ、瓶は手ぬぐいで、手作り、長いコルク栓でガス漏れを防ぐ等の工夫を凝らし、稲田ビールとして売り出す。後年臨海より出荷、類商にあい、ビール製造は中止のやむなきに至ったが、 シビール製造の先駆ともいえる存在であった。予備陸軍三党軍理から陸軍一党主揮に昇進し、この間、日清戦争、日露戦争に従軍した。明治36年3月、第8回衆議院議員総選挙に、鳥取県軍部から出馬して当選し、衆議院議員に一挙在任した。大正を2年兄秀太郎方より分家して、一家を創立す。 政治の世界を去ってからは、東京に在住して、各種の事業を営んだ。六代目、稲田秀太郎三男共造明治三十二年生まれ。四つ尾健吉明治三十三年生まれ宗教は、総統集。衆議院、第十八回帝国議会衆議院議員名簿、1903年、二十ページ。AB、議会制度百年史、衆議院議員名鑑十二ページ。 abcd, e 人事更新録。6番百二2 1 a b c 鳥取県大百科事典58ページ。abcd, e fg, hij, klmn, 人事更新録。第8番百九9 4倉本稲田本店歴史ハット ab, 新州与那覇市市第五巻民族編656ページ。abcd, 与那ゴ商業史55ページ ABCD、与那ゴ商業史56ページ。与那ゴ商業史393ページによれば、奇重郎である岩は、人事更新録。六版では、不きの道元長女だが、人事更新録。第八版では、矢野通元長女である ABCD、新日本人物体幹1958年に、311ページ。ありがとうございます。